とうとう台風の季節がやってきましたね。高温多湿の中での災害、気になります。今回は寮で冷える冷却グッズをご紹介します。今年購入して我が家が心強く感じている商品です。よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。テレビの情報番組で見かけて購入しました。世の中こんなに便利なものがあるのかと驚き、まるで浦島太郎のような気分でした。企業で冷える次世代ネッククーラー、濡らしたタオルで冷やすネッククーラーが進化したんですね。色は黒と白がありましたが、涼しげな白にしました。内容、本体、専用バッテリー、サイズ調整パーツ、USB Type-C ケーブル、ヘッドホンのようにスライドさせて長さ調節できます。バッテリーを取り付ければコードレスで使用できます。少しでも軽くしたい場合、本体のバッテリーを外し、付属のケーブルを使ってモバイルバッテリーと接続。ネッククーラーのバッテリーはあまり重さを感じません。ちょっと重さを測ってみますね。バッテリーなしだと 135g。 専用バッテリーを取り付けると 196g です。白は涼しげですが、汚れが目立つかな。こちらのサイズ調整パーツを使い、首の太さに合わせます。首が太い人は薄いパーツ、細い人は太いパーツで調整。なんだか東が西部、西が東部みたいな。すみません、地域限定ジョークでした。電源スイッチは2両ほど長押しし、揺らぎの3段階から選べます。最近まるで趣味のように温度計測してますね。この温度計の正確さに疑問は残りますが測ります。電源を入れる前は 30.5 度。専用のバッテリーを使い強モードで冷やしてみます。数十秒後に計測、温度差は約10度。なんだかファンの音も弱く感じるので、フル充電じゃなかったかも。モバイルバッテリーにつなげてもう一度。外気温からマイナス15度下がるらしいので、現在室温が28度ということは、
13度まで下がるのか。モーター音は専用バッテリーより元気があります。温度差は 10.4 度でした。驚くほど下がりませんでしたが、実際につけてみるとひんやり気持ちいいです。さて、お次は以前ご紹介した急速冷却パックです。こちらの動画で詳しくご紹介していますので、よろしければ合わせてご覧いただけると嬉しいです。叩いて急速冷却。使用後は冷凍庫で保存し、保冷パックとして数回使えます。こちらは以前の動画で使用し冷凍庫に入れていたものです。使い捨てじゃないのが助かります。幅 230mm、 長さ 140mm、厚み 30mm と大判で、保冷時間も約90分と長いので、災害や屋外での活動など暑さから身を守るために心強い急速冷却パックです。今回は今年我が家が買ってよかったと感じたこちら2品のご紹介でした。